ポートの逆襲を。このあたりはここも田村響が中心に声を出してという形になっています。及川はご覧のように後ろで見守っている感じです。あのチキータレシーブってこうなかなか卓球やってない方からすると聞きなじみのない言葉かもしれないんですけど、はい、あの台上台の中でバックドライブをするような、うん、まあ、それにプラスちょっと横回転を強くかけた、はいはい、ものを、まあ、チキータレシーブって言うんですけど、うん、今もう若手の選手はみんなこのチキータレシーブを多用してますね。まず最初のポイントは篠塚です。第3ゲーム吉山2本目ここもチキータしていきました、うん、やはりこの両選手ともにあのチキータレシーブがですね、うん、非常にうまいので、はい、もうここをどう攻略するかですね、うん、篠塚連続ポイント3連続ポイントです。少し今は篠塚のペースになっています。野島 T リーグではここまで両選手の対戦3回ありまして2勝1敗で篠塚ということになっています。もう4連続ポイントまで来ました。そうですね、ちょっとサーブ困ってますね、やっぱり吉山選手。そうですね、来ましたね、吉山選手のこの YG サーブ、はい、出ましたね、はい、去年もこういったところで YG 出してそこから一気に打開したというのが何回かありましたけれども、そうですね、ここで出してきました。そう、吉山選手は絶対最初からは出さないんですよね。最初からこの YG サーブは途中からですよね。必ず2ゲーム目3ゲーム目以降出してくるので、ちょっとしかも流れがだいぶ悪くなった時ですよね。そうですね、うん、ちょっと悪くなったので、だいぶ悪くなった時に YG を出してきますが、うん、ここで打開したというのは去年もかなりあった、はい、この吉山です。今度は篠塚ポイント 4-2 です。行きたいところ、ナイスボレー、惜しい、惜しい、オーバーしました。ポイント篠塚です。本当にわずかなところでした。やっぱり、ね、早いんですよね、吉山選手じゃなくて、ごめんなさい、篠塚選手というのは帰ってくるボールがね、普通の選手より早いので、うん、手前に落ちました。ポイント篠塚です、うん、ちょっと速さにね少し押され気味ではありますね、はい、ここをパワーで押し返せるとねいいんですけど、うん、なかなか難しいですよね、はい、さあ吉山のサービスです。 2-6 また YG、ここは篠塚のポイントです。2本目、うん、ここは吉山のポイントになります。3セット、サービスを取ったのは結構久しぶりですね。あ、そうですね、うん、さあここも大事な一本ですね、はい、篠塚2本目、うまい、うまいこと打っていきます。篠塚完全に逆をついていきました。吉山の逆をついた篠塚、ポイントは 8-4 になっています。この次
落ち着いてますね。篠塚落ち着いてますね。しかしここは吉山のポイントになりました。5-8。やはりこの YG サーブ、相当切れてるんでしょうね。下回転がすごく強いんだと思うんですよね。みんな結構落とすので、2本目吉山ここはポイント、連続ポイントサービスキープしました。6-8です。さあ、あと1本吉山選手が取れれば、そうですね、だいぶ分からなくなってきますね。篠塚のサービスを1本取るとちょっと分からなくなってきます。はい、篠塚としてはキープしておきたいところですが、このまず2本大事、1本目篠塚のサービスです。入らなかったんですね。なかったんですね。はい、結局ネットからオーバーしてポイントは篠塚になりました。9-6。さあもう1本、篠塚はキープしたいところ、吉山は取りたいところ。オーバーしました。篠塚のポイントです。10-6、ゲームポイント篠塚です。長いところ出してチキータ封じ。さあ吉山のサービス、ネットにかかっていたようです。ここは YG 打算オーバー。今のは上回転なんですかね。なんですかね。はい、なんかすごいのがまた出てきましたがご覧ください。今すごかったですね。なかなかないですよ、ね、篠塚選手がああいうレシーブミスするっていうのは、多分回転が全く分かってなかったんじゃないかなと思いますね。はい、さあタイムアウト、これはどっちが取ったの、琉球が取ったんですかね。ちょっと分からないですね。そうですね、多分琉球ですね。はい、多分今のレシーブはさすがにこうチャンカンとかもびっくりしたんじゃないかなと思って、まあもう一息入れるというような感じのサービス、あのタイムアウトのような感じには琉球だと見えますが、はい、まあ YG といえばもう吉村真晴が、そうですね、琉球にありますので、うん、はい、どうしてでしょうか、その YG サーブをね、まあ吉村真晴選手というのはもう YG で有名なんですけども、はい、YG を出す選手からすると、その YG をどん出すことにだけじゃなくて、そのどういったら YG 対抗できるのってやっぱあったりするんですか。難しいんですよね。YG サーブってすごく手首のスナップを効かして出しやすいサーブなので、はい、難易度は高いんですよ、はい、出すのに、はいはいはい、ただ取るのが難しいんですよね。それ回転量がすごいので、はい、やり直しです。吉山の2本目からです。オーバー、吉山のポイントになります。いや、この2点は吉山選手からしたらすごくでかいですね。そうですね、多分篠塚選手が自分のサーブあんまり分かってないんじゃないかなって気づいたんじゃないかなと思うんですね。あー、なるほど、はい、今の2点で俺のサーブ効くぞっていうのが、ほー、なんでもしこのゲーム取られたとしても、うん、次のゲームもまた面白いことになりますね。はい、ナイスボール。さあちょっと乗ってきています。吉山10-9まで来ました。なるほど、自分のサービスが分かっていないとなれば、ここで追いつけば、追いつくとすごく有利ですね。そうですね、最後のサービスは吉山になります。逆に篠塚ここは取らないということになります。はい、取りたい。さあ大事なサービスになります。2本目、篠塚が第3ゲーム取りました。いや、落ち着いてますね。篠塚落ち着いてますね。そこはやっぱり世界トップの戦いをしてきた篠塚というところはあります。そして今シーズンまだ野島 T リーグでは負けがないこの篠塚です。
ただ横山さんのお話ですと、この篠塚が吉山のサービスがちょっとまだ見えていないのではないかというところで、そうですね、それに吉山が気づいた、今気づきましたね、というところですね。今の2点で確実に気づけたと思うので、あ、まあ、4ゲーム目も確実に YG サーブを中心に戦うと思うんですけど、はい、多分途中までは下回転多めで使ってたんですよね、はいはい、でそれをポテって何回か落としたことはあったんですけど、最後点数が離れた時に吉山選手が YG の上回転をパッて出した時に、はい、篠塚選手のレシーブが結構激しめなミスではあったんですね、はい、あんまり分かってないんじゃないかなっていうような、うん、